そうですね、やりましょう。だからいきましょう。隠さないで僕に見せて、もうちょっとだけギターもらってもいいですか。もう包んであなたと出会えたから、何もかもが私は大丈夫ですけども、はい、もう大丈夫、皆さんよろしければ、はい、じゃあ本番よろしくお願いします。よいしょ、じゃあメイクしましょうか。ずっと一人やからなんか全然あのそれが普通ですよ。だから誰かとできるときはすごい嬉しいだろ、余計あの今日は一人じゃないみたいな。これでいいんじゃないでしょうか。これでいい。結構うちの息子があのポイントっていうか、やっぱそれでいい作った時にもうすぐ覚えてずっと歌ってるんですよ、サビを。それでいいっていうサビを、あの、まあ、今回のアルバムの、まあ、コンセプトというか、それがあのそれでいいっていう曲に、まあ、凝縮されてるんですよね。あまりにもシンプルやし、なんか地味な曲やから、こんなんリード曲でええんかなって結構悩んだりしたんですけど、まあ、なんかサビそれでいいしか言ってないのもう斬新やなと思って。楽しいことが待ってこれも良かったねこれも良かったね。なんかお上がるんやこれにします。はぁ、直すとこない、誰もない、ないな、ないはず。私も多分ない。めっちゃ難しいわこの曲。このテンポが難しいの。何もせえへんのが難しい。そうはねんな意外にな、そのもうシンプルすぎて僕もドンパン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 。そうだからあのそのそれでいいっていう曲なんかはですね、ベースで弾いてることっていうのは本当にドシラソって弾いてるだけなんですよ。だからそのもうはっきり言ってその小学校1年生でも弾けることをでその音楽にするっていう、何かこうメッセージがあるもの形にするっていうのが、今回はだからできるだけあの素直に演奏しようっていう。白髪見っけだ。また白髪見っけちゃう。普段は見えない白髪。んな。短い。変化はね、どうやろう。日常生活一緒に過ごしてるとその変化に今気づくことってあまりないんですけど、いざこうレコーディングするってなって曲が。曲聴かせてもらったら歌詞の内容というかイメージというか、歌詞のその大事にしているところがちょっと今までと違うかなっていう印象がありましたね。言ってることは多分同じようなこと、今までとは同じようなことなのかもしれへんけど、そがれたというか、
周りの部分が削がれてもうちょっと真ん中の部分が見えてきたような、うん、初めに音源をいただいたんですけど、その時にあ新しい領域にをまた開いていったなとすごく感じたんですよね。だから特にっていうとスペース。目を覚ましたら真っ白な今日が始まる。おーって思いましたね。今までのかのちゃんが好きな世界って、まあ、いろんな広くあるんだけども、その中で特にかなちゃんがまだ踏み込んでなかったところ、そこに踏み込んだなっていう感じがして。スペースですね。スペース、いい歌だなと思いましたね。 I need more space for my freedom. I need more space for my dignity. これエピソードアホみたいなんですけど、なんかあのあれオープンチューニングであの作ってるんですよ。オープン G っていう きっかけはちょっと覚えてないんですけど、本当に覚えてないけど、なんかオープンチューニングで曲作ってみたいなと思って、でもオープンチューニングの仕方がわからないんで、あのネットで検索したんですよ、そのオープンチューニングみたいな。そしたら新しい扉が開くオープンチューニングっていうサイトがあったわけ。で、その新しい扉が開くオープンチューニングっていうサイトをクリックして、で一番最初に紹介されてたオープンチューニングが G だったんですよ。だからとりあえず G やってみようと思って、オープン1個目にあったオープンチューニングの G でやってみて、オープンチューニングで適当にいろいろ弾いてたら、あのタン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 わ、このフレーズいいなと、このフレーズで曲作りたいなって思って、もうあのフレーズありきっていうか、もうそこから生まれた曲なんですけど、みんなにあの新境地だね、新しい扉が開いてるねって言われたから、いや本当に新しい扉が開くっていうサイトで今回デコボコでオリジナルを撮るのは初めてだったんですよ。でもうやっぱ15周年のアルバムは作りたいっていうのは前から思ってて、で本当はニューヨークで撮ろうと思ってたんですけど、あのコロナで帰れなくなったから、でも日本でやっぱり撮りたいなって思った時に、ずっと一緒に長年やってくれてるやっぱデコボコカルテットのメンバーでアルバム作りたいなって思って、だから 7,8 年前になるのかな、演奏一緒に演奏するようになってからすごいこう馴染みが良かったんで、この4人でやる、まあいつもライブでもレコーディングでもこの4人で集まる時はそうなんですけど、きっと楽しいだろうなと思って来たんですよね。でやっぱり楽しかったなっていう、楽しかった、面白いもんで、すごい常に新鮮に演奏できる感じがしますね。どういう風に演奏しても新鮮になるというか、同じ曲ずっと何回もやっても新鮮なサウンドになるというか、この4人だったらいい相乗効果が生まれるんじゃないかなっていうのを思って、デコボコカルテットでアルバムを作りたいっていうところからもう曲を作った感じですね。だからもうこのバンドありきっていう感じ。5秒前4、3、歌えたらいいんですよ。歌えたら
楽しいんですよ。ちっちゃい時にその歌手になろうと思ったのがそのサウンドオブミュージックがきっかけだったんですけど、その時にこう歌うとすごくこう、なんだろう、本当に幸せな気持ちになったんですよ。君は僕のかけがえのない愛の光、なんか私のこう、なんやろうな、楽曲の作り方って本当にもう自分のことをただただ書いてるだけなんですけど、このある、あ、でも強いて言えば自分じゃないですか。なんかよくほらみんなクックパッドとかにレシピ載せるじゃないですか。でレシピバー載って下の方にあの覚え書きですみたいな書いてるんじゃないですか。あんな感じですよもうそのだって忘れ、このこういうことをね、去年1年間とかすごい考えて、その大事なことに気づくわけで、これまた今度そのリマインドミーって曲に またそれ変わりますけど、そのこんだけいろんなこと考えて、わ、こういう生きていくのでこういうことが大事なんやってすごく実感するのに、人って忘れるんですよ。もうアホやから忘れるんですよ。それね、またなんか同じような失敗したりするのね。だからもうその時に感じたことを忘れないような覚え書き。ショックだな。ショック。Remind me、 何もしなければいつかは消えてゆく。忘れちゃいけないこと。忘れたくない。でそのもうすごい去年またすっごいね、人生で1、2を争うぐらい辛い出来事があったんですよ去年で。その時にもう心身ともにちょっともうすごい大変だったんで、とにかくストレスをためないようにしなくした方がいいと自分にとって。でどういう時にストレスためるのかなって考えた時に、やっぱりこう子供に、なんか子供に怒るとすごいストレスたまりません、ね、自分も。だからもう息子に怒るのはやめようと、自分の体と心をなんてこう平穏に保つためにもう息子に怒るのはやめようって決めたんですよ、その時にね。そしたら主人がすごい面白いこと言ってくれて、なんかでその主人はその発想すごい面白いねって言われて、なんでって聞いたら、それはあのカナは自分で自分の身を守るためにあの息子に対して怒らないって決めたけど、それって彼のためにもすごくいいことやなっていう、自分に優しくするだけであの他の人にも優しくなれるんやねって話してて、ほんまやなーっていう話を、あのパルスペクティブっていう曲にそこの歌詞入ってたりするんですけど、誰かのために優しい気持ち持っていたいのならば、自分自身を大切にする、それだけ忘れちゃいけない。
いろんな角度から物事を見てみようっていうのは普段から思ってて、やっぱりこう正義とか悪とかってもうその正しい間違ってる正解不正解っていうのは私はもう世の中にないと思ってて、見る方向で全部変わるじゃないですか。だから自分は正しいと思ってるけど別の人から見たらそれは正しくないかもしれない。それどっちが正解ってない、どっちも正解やしどっちも不正解かもしれないし、いや物事って全部そうなってるから自分が絶対正しいなんてことはありえないんですよね。そう思うと本当にすごい可能性が広がるんですよね。ライブ？いやもちろん配信でも楽しいですよ。でもうやれるライブをやれることがありがたいですから、ね、それだけで。ああそのもう7ヶ月も歌わないことなんてシンガーソングライターとしてやり始めた時から19歳のその時からそんなこと初めてやったんでね、7ヶ月の人前で歌えないなんて。次は本日初公開の新曲を歌うぜ、イエイ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 。なんかこう大切な人がいる、こう人を愛する気持ちとかも相手がいないと、誰かを愛したくても愛する相手がいなかったらね、愛せないじゃないですか。本当にこうなんか自分一人じゃなくて大切な人がいてくれて初めて成り立つし、で私の歌も聴いてくれる人がいて初めて歌わせてもらえるし、それってほんまに当たり前じゃないんやなっていうことを実感しました。どんな経験も愛しい去年本当に辛いことがあって、その辛いことがあった直後に書いた曲なんですけど、ふわふわポロポロ涙、今日は悲しいな。もうだからもう本当にあれ川沿いでもうボロボロ一人で泣いて辛いことがあって、もう一人でもう川を見ながらもううわってもういい40前の大人がもううわって一人で号泣してて、泣きたい時は泣けばいい、大人だって構うもんか。そのなんかこう物事ってやっぱね、点で見るとすごい辛いことがたくさんあって、もうその瞬間もう絶望することってあると思うんですよ、いろいろ。だけど例えば1週間後なのか1ヶ月後なのか1年後なのか10年後なのか経った時に、まあでも生きてるし今みたいないうところから見ると、その乗り越えられること、乗り越えられないことはないと思うんですよ。必ずその本当最後の、私も最後に笑えたなら OK って、あれもう死の瞬間のことを思い描きながら歌ってるんですけど、本当にどんな日もあっていいんだね、雨のち晴れならいいんだね、最後に笑えたなら OK、 本当死の時に、あ人生楽しかったなって言えたらもうそれでいいんですよ、人生なんて。パンクね、パンクはまあもう別に、Oh, no! 楽しい、うちの息子が一番好きな、もうすごい楽しい。あれでも共感する人いっぱいいると思う、やりたいことがいっぱいあってパンクするっていうね。あれはもう説明する必要のないような感じの、でも結構深いこと言ってて、なんでこんなに
忙しいのかな、何が私を忙しくさせてるのかな、一度じっくり考えて出した答えは結局自分で忙しくしてるだけだったって、これは私ね、なかなかいいフレーズだと思ってます。一度じっくり考えて出した答えは結局自分で忙しくしてるだけだった。 Oh no! 結局自分、本当に自分で忙しくしてるだけだから、みんな、私も含めて全員、そんな忙しくないですよ人って、自分で忙しくしてるだけだから。結構あれはね、もうなんかすごい名言だと思ってるんです。やっぱりトイレの神様は必ず最後に歌うんですね。もうね、あの人、あと歌えないんですよあの感情がさ、もうあの込み上げちゃってるから、もう他の歌歌えなくなっちゃうんですよね、もうあのトイレの神様を歌ったら。やっぱりね、そのだってこの前もうちの子のその謝恩会で歌ってくださいって言われて歌ったんですけど、でなんかもう肌でさえ泣きそうなのに卒園式とか謝恩会とかで我慢して我慢して頑張って最後歌ったけど、やっぱりもう我慢できなくて、初めてかな、もうほんともう最後歌えなくて泣いちゃって、もうやっぱりだっておばあちゃんがいてくれて、そうちの母がいて、で私が生まれて、でまた息子が生まれてって、こう全部つながってるわけじゃないですか。でその卒園式の時とか、なんかこうなんかそんな晴れ舞台にやっぱりおばあちゃんありがとうって思いがあるから、あの歌歌うともう余計になんかもう卒園したいよみたいな感じで、おかげさまで卒園したよ今日みたいな、でもうなんか泣いちゃって歌えなくて、みんなごめんねみたいなトイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで、おばあちゃんがくれた言葉は今日の私もべっぴんさんにしてくれてるかな、トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで、だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。まあ、なんせそのポジティブ&素直な人なんで、いろいろね大変なことももちろんあるとは思うんですけど、そういう話をしてても全然あのなんていうかこう諦めてないっていうかね、うん、こう未来に向かってる話に全部聞こえるっていうか、まっすぐで前向き、いつもそのまま楽しそうに続けていってほしいなと思います。また10年後20年後にまた聞き返した時に、ね、どういう風にまた感じるか、それが楽しみやなと思って、タイトルはそれでいいっていう曲なんですけどね、バカボンかみたいな、なんかすごくしんどいこととか辛いこととかあるんやけど、でもなんか自分の大事な人、家族とか大切な人が健康で元気でいてくれたら、もうそれ以外はほんまにもうええねんなと、しんどいこととかあるけど、でももう家族とか自分とかみんな周りの人が元気でいてくれたらもうそれだけでいいやなって、そういうこう生きていく上でなんかすごく大事な、そしてシンプルな答えに行き着きまして、でそれを今回曲にしました。それでいいという曲を聴いてください。「特別なこと」
くこと不安になることがあっても無理に笑うことなんてない、ただ君と気持ちに寄り添うんだ、それでいい、それだけでいいんだよ、それでいい、それだけでいいんだよ、僕たちはいつでも自由なんだ、きっと明日も楽しいことが待ってる、皆さんいつも応援していただいてありがとうございます。皆さんのおかげで無事に15周年を迎えることができました。16周年に突入するというところですけれども、去年のコロナ禍で、本当に当たり前にいつも歌っていたことができなくなって、すごく大変な思いもありましたけれども、でもその中で、いろんな気づきがあって自分と向き合う時間がたくさんできて、その中から今回この新しいアルバムができました。すごく本当にこう楽な気持ちになれる、すごくほんわかしたアルバムになっていると思いますので、ぜひなんかこう、辛い時とかしんどいなと思った時に聴いてもらって、あ、なんかええかなみたいな、そんな頑張らんでもええかなって思えるような、そんなアルバムになってると思うんで、ぜひ楽しんで聴いていただけたらと思います。そして本当に皆さんが、いてくださっているおかげで私は歌を歌えているので、どうぞこの16年目からもですね、ぜひ末永く応援していただいて、また日本に帰ってきた時には、ニューヨークでもいいですよ、ニューヨークに来ていただいても全然いいんですけど、どこかの街でぜひまた皆さんに直接お会いできることを楽しみにしています。今はとにかくお体を大事になさって、元気で毎日過ごしましょう。16周年目もよろしくお願いします。いつもありがとうね。